どうも、大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。さあ、ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽アーティストを中心に僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったですね、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと、幸いでございます。今日はですね、またまた名盤の方をご紹介しようと思うんですけども、今日ご紹介する名盤はですね、こちらになります。はい、吉田拓郎さんのですね、青春の歌でございます。これデビューアルバムになるんですけども、吉田拓郎さん僕大好きな、バンでございましてですね、まあ吉田拓郎さんといえばですね、僕以前人間なんてというですね名盤、こちらもセカンドアルバムというか、オリジナルアルバムとしてはですね2枚目になるわけですけども、まあ共にエレックレコードから、出された、名盤でございましてですね、これが出されたのがです、ね、1970年ということでですね、もうかなり、まあこれも吉田拓郎さんを知る上では、欠かせない名盤になっています。なんせですね、まあ青春の歌というですねシングルもある、そしてイメージの歌、そして今日まで、そして明日からという、まあとにかく名曲揃いだということですね。そしてまあ吉田拓郎さんを語る上で、吉田拓郎さんの歴史を紐解く上でもですね欠かせないアルバムになっていますので、こちらご紹介しようと思います。今回もですね、アルバムの概要とそして収録曲をですね、何曲かピックアップしてですねご紹介しようと思います。はい、ということでですね、この間紹介したまあ人間なんてという、まああれもかなり名盤なんですけども、まずこのね青春の歌というアルバムの特徴としてはですね、どちらかというとその前回のこのね、人間なんてというですねアルバムと比較すると、まあ吉田拓郎さんらしいというかですね、吉田拓郎さんらしいってどういうことかって感じなんですけども、やっぱりこのイメージの歌とかですね、そういったインパクトが強いのかもしれないですけども、まあかなりこうフォーク寄りな雰囲気が、あると。どちらかというと人間なんてというアルバムはですね、かなりサブカル的な要素が強いんじゃないかと、感じるんですね。というかまあその4畳半フォークと言いますかね、なんかそういった若者の大敗的なある種の無気力さというものを歌ったような、4畳半の片鱗が見えるのがなんか人間なんてだと思うんですけども、この青春の歌っていうのは、まあ、若者視点ではあるんですけども、なんか何か見えないものと奮闘しているというような、そういった野心に燃えている。なのでこの関西フォーク寄りと言いますかね、どちらかというとそういったこう強さというか刃のようなもの、真剣を持って戦っている青年という、そういったところがねちょっと見え隠れしてるんですよね。なのでですね、吉田拓郎さんっていうのはまあフォークのプリンスというふうに言われて、まあ岡林信康さんとかとね、結構比較されることが多いと。まあ関西フォークで言うと、神的な存在の岡林信康さん、フォーク界のプリンスというふうに言われるようになった吉田拓郎さんなんですけども、やっぱりこの岡林信康さんとかっていうのはね、やっぱりこのデモとかですね、反戦とかそういったメッセージソング、プロテストソングとしてのまあ地位が名高いというか、まあ特にやっぱり URC レコード界隈の人間っていうのはそういった特徴が見えるフォークソングっていうね、そういうイメージがあるんですけども、まあ吉田拓郎さんもですね、そういったその広島フォーク村を組むとかね、そういったあたりから、まあもちろんその世の中とか社会に向けたプロテスト的な視点っていうのは感じることはできるんですけども、やっぱり吉田拓郎さんっていうのはどちらかというとですね、まあその矛先が社会とか、なんか世の中とか環境とか状況ではなく、自分自身に向いてるっていうところだと思うんですよね。まあそういう意味でですね、この、青春の歌というのはですね、とにかく歌詞とか、含めて哲学的な部分が多いんですよね。やっぱ自分自身というものに、まあ矛先を向けた、そういう意味で、まあこの自分自身に問いかけたような、で哲学的な歌詞のパイオニアとして、まあ現れたんじゃないかなと僕はね、個人的に思ってるんですけども、まあねやっぱりこれよく言われるのがボブ・ディランとかに影響されたというふうにね、まあ、言われている。まあもちろんこのなんか存在感であったりとか、まあ歌のまあ歌詞、まあそうなのかわかんないですけど、まあ確かにディランを感じる部分って非常に多いんですけども、ただやっぱりねディランというようなものではなくてですね、まあ吉田拓郎は吉田拓郎としてのですね、個性があると僕は思うんですよね。これ1970年なんですけども、もともとですねファーストアルバムという位置づけではあるんですけど、もともと吉田拓郎さんっていうのは広島フォーク村というですね、広島で3つのフォーク団体によるアマチュアフォークサークルっていうものを結成するんですね。まあ、それでですね、その広島フォーク村名義でですね、古い船を今動かせるのは古い水夫じゃないだろうという、これ自主制作なんですけども、まあ、このアルバムをですね自費制作をして作ってですね手売りするというですね、まあ、そういったことがなされるわけですよね。この
ですね、自主制作の中に、まあね、イメージの歌あるんですけども、ここからですね、エレックがですね、イメージの歌、シングルとして、出されるんですけども、勝手にですね、無許可でですね、シングルカットしてですね、売り出しちゃうんですよね。で、そのアレンジっていうのがあまりにもですね、粗雑と言いますか、あまり良くないアレンジになってしまったので、で、それもあんまり売れなかったということで、そのシングル版はかなりレア音源になってるとか、レア版になってたりすることが多いんですけども、エレックレコードといえばね、まあその人間なんてというアルバムまでですね、関わることになってですね、そこからですね、CBS ソニーに移行するということで、まあエレックレコードといえばね、まあそのフォーク系の、三大レーベルというか、まあインディーズレーベルとして名高い、まあそれこそ URC レコードと、あとまあベルウッドと、そこと並ぶようなですね、レコード会社で。ね、さっきも言いましたけども、やっぱり60年代後半から70年代というのはですね、まあその学生紛争とかの熱がやっぱりあった時代で、まあ若者の間ではベトナム戦争のまあ反戦とか安保反対のまあ思想が渦巻いていた当時の状況の中で、まあ岡林信康というのがですね、フォークの神様として君臨したわけですよね。なのでこう社会的な指導者になった岡林信康さんとは、そこからですね、吉田拓郎という次なるプリンスが現れたんですけども、やっぱりそのさっきも言いましたけども、まあ矛先が世の中に向いてるか自分に向いてるかっていうところのですね、まあその違いだと思うんですけども、まあでもただそのフォーク元来のですね、この尖り方であったりとか、まあ音もそうですね、そういうのも含めて、やっぱりこのね、フォークシンガー吉田拓郎というね、まあその初期の、拓郎さんのですね、魅力がたっぷり味わえるアルバムになってると思うんですよね。このアルバムっていうのはですね、MAX というですね、68年のですね、ヤマハライトミュージックコンテストの全国優勝したグループがいてですね、その後はね、テレビドラマのバックミュージックとかですね、映画音楽なんかに携わる、まあ、エレックレコードの社長なんかがドラム叩いてるような、まあ、MAX というですね、バンドがですね、この、レコーディングというか音源に参加しているということでございましてですね、当時はやっぱりそのスタジオミュージシャンなんかがですね、歌謡曲とかを、まあそういうものをこうね、作ることが多いんですけども、まあそういう一つのバンドが作り上げるっていうのはですね、非常にまあ珍しいというかね、まあ岡林信康さんなんかもハッピーエンドをバックにこうね、演奏してたっていうのはね、まあ有名な話ですけども、まあそういったのがね、取られたということで、広島フォーク村を結成してのデビューということでですね、最初の方はですね、まあフォーク界というかですね、音楽界の中でもある程度名はあったということだとは思うんですよね。まあそこからのまあデビューだということでもあるわけですよね。ただこのアルバムっていうのはですね、非常に現代においても通ずるですね、やっぱり哲学的な思想が残っているということなんです。だから非常にこれ尖っているっちゃ尖ってるんですよね。やっぱり強いものが感じることができるんですけども、今の吉田拓郎さんが当時をこの時代を振り返ると多分恥ずかしいっていうかもしれないんですけども、やっぱりですね、これに影響された方、まあ、特にイメージの歌かなとかにいろいろやっぱ影響された人っていうのは結構多いんじゃないかと思うんですよね。やっぱりこれをバイブルだというふうにね、心持ちにする人もいっぱいいると思うんですよね。なので今日はですね、ちょっと、これからはですね、収録曲、僕がピックアップした曲何曲かについてですね、お話ししていこうと思います。1曲目ですね、青春の歌、表題曲ですけども、まあ、これはですね、まあ、まさにですね、1曲目で掴まされるとはこのことだということが味わえるようなですね、名曲になっております。この楽曲はですね、青春という漠然としたテーマ、そのことをですね、いろんな角度からなんか分かるような具体的な事例を挙げて述べられているということなんですよね。で、まあ、ライナーズというか歌詞カード、なんか見ても分かる通り、これ見えるかな、青春の歌とかがとにかく他の曲に比べて長いんです、歌詞がね。だからそして、イメージの歌、最後のイメージの歌も、最後すごい長いんですよね。なんか長い歌詞がですね、終わりと後ろに来るっていう面白い、これあれなんですけども、この青春の歌はだからそういう意味では一つの音楽でもあると同時に、まあなんか哲学演説のような、そういうちょっとね、ニュアンスを感じることができる。この曲聞くとやっぱ岡林信康さんとの違いって結構顕著にあるなというふうに、思うんですけども、まあ岡林信康さんとかはっていうのは戦争とか自由っていう問題提起がやっぱり根底にはあるんですよね。で、直接そのことをね、語ってはいなくても、やっぱりこう、ね、当時のデモ集団を、まとめ上げるというか、当時のデモとかをですね、まあその指導者的な存在に上り詰めるだけのですね、説得力というか、そういうものがあるんですよね。まあ山野ブルースとかでは、まあその市民の嘆きという視点で歌われたりしますよね。やっぱ吉田拓郎さんはですね、ある意味ですね、本当にこうなんかナウイというかですね、人間として一人の若者として煮え切れない複雑な、哲学的な思想をそのまま体現している楽曲になるんじゃないかと思うんですよね。まずこのね、漠然とした青春というものに対して、こういろんな事例を挙げてるんですよね。これが青春、それが青春という
意味で。例えば喫茶店に彼女と二人で入ってコーヒーを注文すること、ああそれが青春ということをね、言っていたりとかですね、あとまあゴーゴークラブで汗だくになって踊り疲れること、それが青春、グループサウンズに熱中して大声上げ叫ぶこと、ああそれが青春、フォークソングに痺れてしまって反戦歌を歌うこと、ああそれが青春というね、まあそういうですね、いろんなこう青春の事例があるんですよね。あとまあスポーツこそ男の根性作りだ、やれサッカー、やれ野球、一年中真っ黒、それが青春っていうね。でそれでですね、いろんなこうこれが青春みたいなね、それが青春っていういろんなこう事案が来てですね、最後にさて青春とは一体何なんだろう、その答えは人それぞれ違うだろうっていうね、結論に落ち着くというね流れになるんです。でただ一つこれだけは言えることとして、僕たちは大人より時間が多いということを言ってるんですよね。だからその一つの時間という側面で見た時に、青春というのは僕たちの貴重なひとときなんだということを、言う。そして青春は二度と帰ってこないという結論に落ち着くんですよね。いろんな青春を挙げて、具体的な細かな事例を挙げて、最後に青春というのは人それぞれ違うけども、ただ我々は時間があるよなというね、若者は時間があるという、そういう結論に落ち着くということなんですよね。面白い歌詞の書き方だなっていうふうに思うのが、やっぱりですね、なんか一つ青春って何ですかって聞かれた時に、じゃあまず考えてみようかって言ってね、いきなり結論を出すのではなくて、こういうのが青春だよな、あれも青春だよな、これも青春だよな、確かにこういうわーわーやんのも青春だよな、そうだね、いろんな青春があるけれど、最後はやっぱり人それぞれ違うよなっていうね。だからなんかその会話ベースというかね、なんか人が漠然としたテーマを話すときに、これはそうどうだろう、いやあれはどうだろう、これもそうかみたいな中で、最後にいろんなね、あの例を出したけども、結局は人それぞれ違うよなと、最後に結論が落ち着くという流れになってる。そこが面白いんですよね。でですね、なんか面白いなって個人的に思ったのがですね、このいろいろね、グループサウンズに熱中して大声叫ぶこと、ああそれが青春、フォークソングに痺れてしまって反戦歌を歌うこと、ああそれが青春、っていう風にいろんな何々、ああそれが青春っていうね、最後に持ってくるんですけども、親に隠れて酒タバコ睡眠薬、果ては接着剤、シンナー遊び、ああそれも青春っていうね、ここだけそれも青春になってるんですよね。がじゃなくてもになってるんですよね。まあ、それもだから、ここも非常にこう会話ベースというかですね、歌詞を書くとなると全部統一したくなるもんですけどもね、あのシンナーとか、まあ、その酒タバコ、まあ、それも青春だよなみたいなね、会話のニュアンスが伝わってくるというかね。あとですね、すっごい個人的に思ったのが、ジュリー、証券、金ちゃん、あそれが青春っていうね歌詞があるんですよ。ここが非常に面白くてですね、まあ、当時のグループサウンズ、まあ、それを揶揄してるのか分かんないですけどもね、グループサウンズで大声上げるっていうところと似てるんですけども、ね、そこも面白いですよね。そして続いて、とっぽい男のバラードという楽曲ですね。非常にこの、言葉は面白いんですけど、とっぽいってね、なんか一応ずる賢いとかね、そういう意味、あとまあダサいという男のまあイメージだったりするんですよね。とっぽいってなかなかね、聞き慣れないと思うんですけど、今、とっぽい兄ちゃんとかってね、よく言うんですけども、この歌の世界観っていうのはですね、なんか何をやってもこうね、ダメな男、例えばですね、好きな女がいて、でも他の男に取られてしまうというかね、そういうダサい男、ね、そしてね、キャバレー、クラブに行けばですね、座れる代わりに金がいるというね、本当の愛ではなくて、やっぱりお金を払わなきゃ、そうやってキャバレーとかで遊べない、まあもちろんそうですけども、だからもう要はモテないというかね、そういううだつの上がらないとっぽい男っていうね、そういうなんかね、あの歌詞でいくんですよ。そして最後にですね、このとっぽい男っていうのはどうしてもね、どこにいたって自分の情けなさがつきまとってきて、ゆっくりできる場所がないとね、だからこそあの世に行けば自分はとっぽい、冴えない男、取り柄のない男でもあの世に行けばなんとかなるだろうと思ってですね、あの世に行ったんですけども、あの世もね、今では狭くなってなかなかゆっくりできない、落ち着けない場所になると、非常に悲しいんですよ。死んでも報われないとっぽくて取り柄のない男っていうのが描かれてるっていうね、かわいそうな男の歌だったりするんですけども、死んでも報われないという、まあ、ほんと救いようのないなって思うんですけども、でもですね、なんか年代関係なく、やっぱりね、世の中の男ってどんだけ美男子だろうが、どんだけ金持ってようが、たまにこう自分がどれだけこうとっぽいかというか、どれだけ自分がみすぼらしいかという、そういった現実に直面する瞬間って、まあ、あるんじゃないかと思うんですよね。なんか何をやってもうまくいかなくて、自分が情けなくなって他人と比べるみたいなね、そんな時にですね、まあ吉田
田拓郎さん自身ね、やっぱり当時まあ、売れるとか売れないとかっていうその自分の身の状況の中で、これはまだフォークのプリンスとして祭り上げられる前の話だと思うんですけども、お金もないし、売れるか売れないかもわかんないし、レコード会社に翻弄されるしみたいなね、なんかそういうこう自分の境遇っていうものが映し出されてるのかなと思いましたね。続いてですね、男の子女の子灰色の世界というですね楽曲、これ中澤敦子さんというですね、まあ、フォークシンガーというかフォーク界の新星として73年にデビューしたアーティストなんですけども、この方とのデュエットになりますね。まあね、この男の子女の子と聞くと、まあ郷ひろみというですねイメージがあると思うんですけども、郷ひろみさんの男の子女の子のようなですね明るくて楽しげなものではないんですけども、音楽性としてはポップス調のですね曲になっていて、男と女の価値観の違いを歌ってんのかなとかっていうふうに思うんですけども、ただこの灰色の世界1というですね、楽曲とですね繋がるんですよね、この曲だからアルバムで繋がるというね。なのでね、非常にこれ面白いので、続いてですね、兄ちゃんが赤くなったというですね、楽曲、これも非常にね、スリーフィンガーというかああいうカントリー調の音楽で非常に好きなんですけども、この歌詞の世界観もね、吉田拓郎さんの繊細な部分っていうのが見え隠れしてると思うんですよね。どういう、歌詞かというとですね、まあ、すごい働き者でですね、まあ、働いてるから真っ黒にね、なっている自分のね、兄ちゃんがいたとね、言ってるんですよね。それでそのある日、その自分の兄ちゃんがですね、女の子を連れてきたんですよね、好きな女の子を家に連れてきた。その時真っ赤になってですね、兄ちゃんが赤くなってるということなんですよね。いつもこう仕事で真っ黒な兄ちゃんが赤くなってると。それでですね、その後にですね、そしてある時に兄ちゃんが酒を飲んで泣いていたとね、きっと失恋してしまったんだろうと、その女の子と。それでね、強い兄ちゃんが弱くなるという、だから、酒が嫌いと言ってるという、まあ、そういうね流れの歌なんですけども、まあ、ある意味ですね、弟ってこう兄ちゃんに影響される部分って、まあ、やっぱ兄ちゃんが流行ってるものとか服とかね、遊びとかについてこう、弟にこう教えるというかね、弟がそれに影響されるというわけですよね。だから要は兄ちゃんっていうのは強さの、象徴でありですね、優しさの象徴であるというね存在。やっぱ弟からしたら兄ちゃんってやっぱり計り知れないほど偉大であり身近であるんですよね。まあ、そんな兄ちゃんがですね、まあ、失恋して酒を飲んで泣いてるところを見てしまった。だから酒を飲まないというね。だからその失恋してる兄ちゃん、自分もいつか経験するその失恋というものをですね、兄弟という形で先にこう兄ちゃんのことを見てしまったわけですよね。だから自分は酒を飲みたくないんだ、酒が嫌いだと、酒にはそういう悲しい思い出があるんだというね、人生の酸いも甘いも全て兄ちゃんに影響される等身大の吉田拓郎さんの感性がね素晴らしいなと思います。そして続いて雪ですね。ここが面白いね。雪ってね、これもね本当に面白い。猫というですねフォークグループが後ほどね出したりする、楽曲になりますけどもね、この雪というね楽曲、これいいですよね。雪でしたっていうのなんかメロディーが面白かったりするんですけども、これはですね、まあその多分青年がですね雪国でですねある女性のことをですね好きになってしまうんですよね。ただその青年っていうのは若すぎるのかわからないけども、ね、その女性の方から早くお帰り坊やというふうに言われてしまうわけですよね。こっちは好きなのに子供扱いされてしまうというね、そういう経験ってねあると思うんですよね。僕もすごくですね、その本当中学生ぐらいの時にですね年上の美しい女性を好きになってしまったんですよね。まあ悶々としてたわけですよね。でその時にね早くなんか軽くあしらわれたりとかしてね、いや、みたいなね、本当は好きなのにみたいなね、まだ僕は、未熟なんだってこう自分を痛感するというか、そういうことが歌われてんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、なんかこう川端康成さんの雪国というね、小説があってですね、まあそれに影響されてるのかわかんないですけども、でも川端康成さんの雪国っていうのは大人同士のアルティックな、ちょっとエロスがある恋愛というイメージあるんですけども、この曲はですね若者の思春期の青年のですね、大人の女性に軽くあしらわれるようなですねちょっと悶々としている世界観っていうのがねあるんですよね。非常にそこがね共感持てる歌になってますね。面白いと思うのが好奇心っていう楽曲、これ非常に面白いんですね。非常にこれバラード調の楽曲で非常に好きなんですけども、これ全部逆説と言いますかですね、ちょっとですね面白いんです。歌詞が最初の歌詞もね、街を出てみよう、今住んでる街が美しく緑に覆われた心のふるさとだったとしても、街を出てみようというふうに言ってるんです。あとですね話をしてみよう、今話しているその人たちが優しく心を打ち明けた愛すべき人たちだったとしても話をしてみようということを言ってるんですよね。そしてですね、恋をしてみよう、今恋しているあの人がこれこそ私の心の人と信じれる素晴らしい人だったとしても恋をしてみようというふうに言ってたりするんですよ。あと、雨に打たれてみよう、今幸せに
浸りたくてもまた来る人生の街角で本当の幸せを見つけるまで雨に打たれてみようということを言ってるんですよね。だからこれいろんなことを言ってるのが、まあこれ逆説的なというかですね、今とにかく幸せでも、今あなたはハッピーでも、今いる場所が心地よくても、とにかくあなたは今その現状から抜け出してわざと逆境に、入っていこうじゃないかということを言ってるんですよね。だから要は今の現状から抜け出せみたいな、わざと茨の道を歩けというか、わざと自分を違う環境に連れ出して、そこでまた何か苦しいことを経験しろというようなね、そういうちょっと妙に哲学的な部分ですよね。現状に満足しちゃいけないということを言ってるのかなと思うんですけども、やっぱりこれ時代がやっぱあんのかなというふうに思うんですよね。やっぱりこの高度経済成長っていうのが、あって物事が豊かになっていった時代の中で、現状とか、まあ、に満足している人たちがいっぱいいる中でですね、今この現状に満足しないで違うちょっと苦しい茨の道を自分の身からですね、わざとこうね、あのアドベンチャーしろみたいなね、そういうなんかイメージがある。でやっぱ今の時代もですね、非常に物質的にね、満足というか何でもある、今スマホでもネットでも何でもある、こういうね、時代だからこそですね、あえてですね、その現状とかその便利さっていうものに居座らずに、自らもっとですね、苦しいようなあの現状に立ち向かっていこうぜみたいな、そういうところは今にすごく僕は響くんじゃないかと思いますね。そしてですね、こっからの流れですね、僕が好きなの最後のこの2曲の流れが素晴らしいんです。今日まで、そして明日からというね、そして最後イメージの歌で終わるというね、今日まで、そして明日からって、まあ、これはね、まあ、とにかく名曲ですよね。シングルにもなってますし、いろんな方がカバーしてます。まあ、これはあの説明するまでではないんですけども、これはフォークソングでありながら、まあ、関西フォークの岡林信也さんとかね、高橋智也さんとか、そういう人たちとは、真逆ですよね、まさに、というところが感じれる。というよりかは歌詞の世界観を含めて今後のポップカルチャーに通ずるようなというか、こういう歌詞の世界観なんですよね。まあ、これはですね、美の重さという映画で使われることによってですね、結構世の中的にも広まったということにもなるんですけども、非常にこれはだと、まあそのね、最近なんかで言うとクレヨンしんちゃんのね、映画とかでも使われたりとかしてですね、非常にこれはまあその時代を超えて名曲になってるわけですよね。まあこれもなんか哲学的っちゃ哲学的なんですけども、まあまさに僕はこのアルバムを語る上でですね、その矛先が自分に向いている、岡林信也さんとか世の中とか社会というものに向けた矛先ではなくて、自分自身というもの、私は今日まで、生きてきました時にはこういうことがあったとかね、やっぱ自分を過去から振り返るというね、ことですよね。だからある意味自分を見つめ直しているという作品になるわけですよね。だからそこが僕はねすごいなと思うんですよね。これ日記のような部分っていうのがあるんですよね。うん、なんかその今もこのアルバムの中でちょっとやっぱり異彩を放っている要因としては、ちょっと自分はこういうことをしてきましたというか、暴露歌というか告白になってるわけですよね。自分の過去を告白するということ、そこがやっぱりこのアルバムの中でも、ちょっとね異彩を放ってると思うんですよね。まあ、そしてイメージの歌ですね、これはすごくまあ本当にね6分ぐらいの曲でね長いんですよ。そしてまあオリジナルバージョン42番まであるというね、非常にね、まあこれも本当にさっきのあの青春の歌じゃないけど、哲学演説のような、楽曲になっているんですけども、この歌によってですね、その当時のですね、まあそのプロデューサーの人とかにですね、この男にかけてみようっていう風に思わせたりとかしてるぐらい、やっぱインパクトとしてはかなりでかいんですね。和製ボブ・ディランなんていう風に言われてた当時がありますけども、やっぱりこれもディランちゃディランなイメージもやっぱあるんですけども、やっぱりこれ吉田拓郎さんらしいメスを入れてるわけですよね。そしてね、やっぱりこれは本当にこの字余りなところが特徴というか、歌詞がすごく字余り、これこそはと信じれるものが、この世にあるだろうか、信じるものがあったとしても信じない素振りとか、あとまあその綺麗なものでしょうねとか、そういうちょっと字余りなこの言葉、日本語の使い方、やっぱりフォークソングならではっちゃならではなんですけども、その字余りな感じっていうのが、非常に楽しめるんですね。やっぱりそのアルフィーの坂崎幸之助さんもこの曲初めて聞いた時に字余りということを言ってたりとかしてですね、非常にね、まあこれも面白いんですよね。あと信じれるものがっていう歌詞とか、信じられるものがではなく信じれるものが、まあラヌキ言葉なんて言ったりしますけどもね、そういうところがやっぱり魅力的だったりすると、そういうところが面白いんですよね。僕の好きな歌詞は、古い船には新しい水夫が乗り込んでいくだろう、古い船を今動かせるのは古い水夫じゃないだろう、なぜなら古い船も新しい船のように新しい海へ出る、古い水夫は知っているのさ新しい海の怖さを、ということ言ってるんですけど、こことかもうこの歌詞書けるね、当時20代ですごいなって思うんですよね。すごい達観してないと書けない歌詞ですよね。まあ、これね、歌詞について全部言及してたらちょっと時間なくなっちゃうので、また別の動画でこの、イメージの歌の歌詞についてお話できればね、いいなと思ったりするんですけど、まあ、とにかくこのインパクトはでかいと思います。
います。青春の歌から始まって、最後イメージの歌というこの、ね、長い歌詞っていうのがね非常に面白い、ね、42番まである歌詞ってね、ぜひ皆さんもね、このアルバム、イメージの歌含めね、まあ、青春の歌ぜひ皆さんも聞いてみてください。ということで今回以上になります。ありがとうございました。